皆さん、新年明けましておめでとうございます。いつも大上チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。大上夫婦の滝修行の旅、滝好きの方が楽しめるようなチャンネルを目指しています。熊野親父は熊野古道や滝といったジャンルを専門にしています。今回の滝は三重県熊野市岩町にある宇野引の滝であります。2021年1月2日熊野本宮大社に参詣した後、夫婦で滝を見に行きました。出かけた時はみぞれ混じりの雨が降っていたのでありますが、地下露村を過ぎるとそこに低くかかる虹を見ました。これぞ新年より縁起がいいと参詣の後、急遽日本の滝100選この滝を見に行ったのであります。宇野引滝は日本の滝100選の一つであります。名の由来は水の流れが大幅の布地を垂らしたように音もなく飛沫も立てずに静かに流れ落ちる姿から名付けられたとされています。宇野引滝の名の滝、全国に22の宇野引の滝があると言います。滝の水が落ちる様子が白い布がひらりひらりと垂れ下がる宇野引の滝と呼ばれました。全国いずれの宇野引の滝と名付けられた滝は神仏にゆかりの深い滝であります。その中でもこの滝は日本の滝100選に選ばれし宇野引の滝であります。用事川の支流にある花崗岩を滑り落ちる落差53メートルの活断幕、4段、12メートル、4メートル、8メートル、29メートルの以上4段の活断幕であります。この滝のご神体は宇野引道明王であります。熊野信仰の滝、四十八火山、秘書行場の一つに数えられ、修験者たちの行場としても人気のスポットであります。雪が降ったばかりでありましたが、幸いにも道路には雪はありませんでした。それでは宇野引の滝お楽しみください。
水族館を見てね。あとメールだけどな。いかがでしたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは紀伊半島の滝を中心に夫婦で訪ねる滝動画をアップしています。また熊野古道講座も開設していますので、よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。コメント、リクエスト、評価をお待ちします。それでは次の紀伊半島の滝でお会いいたしましょう。さようなら。